どうも、小枝です。僕は今熊本県小国町に来ております。皆さん、小国というエリアをご存知でしょうか。大分県と熊本県の県境にあって、こんな感じでね、周り見ると湯煙立ち上がっているのが分かると思いますが、魅力的な温泉がたくさんあるんですよね。以前も実は守護神温泉という温泉紹介してるんですが、それ以外にも今回は客室温泉付きの離れのお宿で1泊1人当たり1万円台で泊まれるコスパ抜群のお宿見つけましたんで、そちらに今日は泊まりに行きます。はい、それでは早速行ってみましょう。ここ小国にはたくさんの温泉地があると言いましたが、最も有名なのは黒川温泉ですね。黒川温泉は明日向かおうと思ってるんですけど、今目の前に広がるここのエリアは湧田温泉郷というエリアです。この小国のエリアの中でもこれだけ湯煙立ち上がる景観っていうのはなかなか見ることができなくてですね、小国にとどまらず日本全国探してもなかなかないですよね。別府とかそれほどの規模になるとこういった湯煙たくさん見ることできるんですけど、この小規模な温泉街でこの湯煙量はすごい圧巻です。温泉地に来たなということを肌で感じることができます。これから向かうお宿へはここから車で7分ぐらいで行くことができます。で、ここに立ち寄ったのはちょっと行きたいカフェがありますんで、今からカフェに向かいます。いや、それにしてもこの日本の原風景のような景観素晴らしいですね。もう普通に歩いてるだけでほら見てください、目の前に温泉ですからね。もちろんこれは入ることはできないんですけど、何でもない道端にこうやって蒸気が湧き上がってるっていうのがすごすぎます。これもすごい量で湯気が吹き出していますね。多分この辺とかね、地獄蒸しで卵とかいろんな料理を作ってるんでしょうね。真ん中に釜みたいなのが見えます。この今見えている左手に複合施設ですね、温泉とかちょっとしたレストランとか観光案内とかそういったものがあります。で、この辺以前紹介してるんですけど、改めましてこの左手にある白津商店というのが鶏の丸焼きをいただけるお店ですね。ここテイクアウトもできるので、素泊まり宿とかに泊まるときはここで鶏肉買うのもいいですよ。はい、そして今回ちょっと気になったカフェはこれですね。地熱コーヒーと書いてますが、文字通り温泉の熱を使って作るコーヒーですかね。ここは土日しかオープンしてないので、今日は日曜なので行きたいなと思いやってきました。ここは世界のどこでも味わうことのできないコーヒーをいただけます。コーヒー豆を地熱で温めた湯で洗い、温泉の蒸気で蒸した豆を焙煎しているとのことです。それでコーヒー豆の旨味をより引き出しているということなんですね。普通のコーヒー豆はもちろん洗ったり蒸したりすることはありません。温泉という地域の大地の恵みを生かした新しい発想のコーヒーを倉庫の一角のおしゃれ空間でいただくことができます。はい、でメニューはこちらですね。こんな感じで、定番と書いてますけど、一番上に地熱コーヒーですね。で、下の方に行くとスペシャリティとか、すごい、小国ジャージー牛乳のカフェオレとかもありますね。で、ちょっとした焼き菓子、そして豆の販売まであります。はい、お店の方が丁寧に時間をかけて作ってくれたコーヒーが出てきました。出来上がったコーヒーは豆の香りもしっかり漂い、酸味や苦味のバランスがよく、とっても飲みやすいコーヒーで美味しかったです。近くに日帰り温泉も多数あるので、コーヒー好きな方はぜひ温泉と一緒に訪れて、ほっと一息ついてリラックスすることをお勧めします。はい、でこれから宿に向かう予定だったんですけど、宿の近くにパン屋さんがあるんですね。このこんがりパン屋さんという本当に山の中にポツリと存在する、残念ながら売り切れで閉まってました。素泊まり宿なんで朝食を調達しようと思ったんですけど、もう別の場所で買うしかないですね。では宿に向かいます。でもう一つ、この小国郷エリアにある空色の種という、ここも人気のパン屋さんに行ってみたんですけど、ここも今回訪れた時は残念ながら閉まっていました。いやー、ここのパン美味しかったからまた食べたかったんだけど残念です。はい、そして到着しました。これですね、今回泊まるお宿は風のテラス古天神というお宿になります。ここが入り口ですね。本当にこう緑に囲まれた大自然の中です。こちら側から行っています。この辺の小国のエリアは大分空港からも熊本空港からもだいたい1時間半ぐらいかな、それぐらいで訪れることができて、福岡からだと2時間ぐらいですかね。本当に九州のど真ん中と言いますかね、そういった立地になっていて、この時期は緑の景観が本当に綺麗ですね。
はい、中の方に入ってきましたけど、本当に小規模な宿で、今回はこちら側ですね、客室が左手1、真ん中に、奥の方に3、3つしかないんですよね。で、ここが、まあ、ロビーというかフロントのエリアになっていて、今回僕が泊まるのはこの一番奥のところ、水の音という客室になりますね。こんな感じで全棟離れになっていて温泉付きです。はい、それではお部屋の中入っていきます。こちらから水の音、いやー、どんなお部屋か楽しみですね。オープンします。はい、まず玄関ですね。室内用スリッパとセッタが置かれていますね。で、入り口はこんな感じで、ここ上がって真正面がご覧のリビングスペース。いや、見てください、これ、ほら、めちゃくちゃ広い。まず目の前にこれソファーがあって、奥の方に小上がりの和室ですよ。で、これが掘りごたつになってるんで、多分冬とかはこたつとして利用できるんでしょうね。いやー、なんて素敵な離れな客室でしょう。こんな感じで、ほら、奥の方には素晴らしい大自然の緑も見えますね。これはテンション上がるわ。で、こっち振り返ったところにご覧の寝室スペースですね。ここも小上がりの和室になっていて、上にマットレスが敷かれているという感じですね。めちゃくちゃ広々とした客室になってます。ではね、ちょっとこっちのテラス出てみましょうか。どんな感じなのかな。ここが、まあ、網戸にもなってますね。山の中なんで虫がちょっと心配な方もいるかもしれませんが、網戸にすれば外の気持ちいい風を浴びることができます。では出てみます。ここからオープンすると、いや、これはすごい。ほら、この大自然の緑、もう何もない贅沢っていう言葉が一番ぴったりですかね。周りに商業施設等は一切なくて、鳥のさえずり、虫の鳴き声、そして川の音しか聞こえません。大自然の中でまったり過ごしたいという人にとっては最高の景色じゃないですか、これは。で、こんな感じでテラスには椅子、テーブルもあるんで、ここでお酒を飲むっていうのもいいですね。で、ちょっとこっち側に行ってみると、また、テラス、バルコニーが突き出てるんですけど、奥の方、これほら、こんな感じで川が見えるんで、あそこから水の音が聞こえてくるんですね。はい、で、これ右手にね、客室、露天風呂があるんですけど、それはこちら側からまた改めて見せますね。もう一度お部屋に戻って細かいところ見ていきますね。あ、これまたほら、足を置く椅子も準備されていて、そしてソファーで、あ、これお菓子準備してくれてますね。アソミルクチョコサンド、バッフルクッキーとあります。そしてこちら側、扇風機であったり、素泊まり宿なんで電子レンジがお部屋の中にあるのは助かりますね。で、あ、コーヒーメーカーも結構なんか良さげなやつが置かれてますね、電子ケトルと。そして、下はこれ開けてみると、この中にグラス、コップ、そして紅茶や緑茶、コーヒー、砂糖、ミルクなどが準備されていますね。この辺にはおしぼりとかお箸とかも置かれています。で、下見るとなんだこれ、え、あ、すごい双眼鏡ですね。これ何のために、多分これ大自然だから、あれかな、星空見るために準備されてるのかな。すごいな、双眼鏡置いてる宿とか初めて見たわ。で、冷蔵庫ですね。冷蔵庫はちょっと大きめで、上にちゃんと冷凍庫もありますね。外から買ってきたものを置けますし、お水も2リットルのペットボトルがっつり無料でいただくことができます。はい、そしてこの辺はテレビかな。テレビと、これは多分あれだな、 Bluetooth のスピーカー、そしてこの辺には CD プレイヤーかな。この奥の方にはリラックスできそうな CD も置かれていますね。そしてベッド周りを見てみると、ちゃんと枕元にこんな感じでコンセントもありますので、携帯の充電等も全く問題ないです。で、ベッドの横ですね、この右手、ここの中には布団が入ってまして、ここが開けると、はい、こんな感じでクローゼットとなってます。ハンガー、そしてここにはちょっと暗いですが、これが浴衣と靴下、そしてブランケットが準備されています。で、下にセキュリティボックスですね。いや、この天井の張りも大自然の中にあるお家っていう感じでいいですね。この辺りもほら、一枚板ですよ。で、こっち側ちょっと行ってみます。扉をオープンしてみると、ここが洗面所ですね。洗面所のスペースになっていて、この辺の何気ない棚もこれ板、木の板が使われていてね、とっても素敵です。で、これが鏡かな。そしてこちらに、これアメニティポーチ、いや、いいな、これ持ち帰っていいのかな、さすがにそれはダメか。とっても素敵なこの幾何学模様の巾着、アメニティ袋があります。アメニティ中身はこんな感じですね。ボディタオル、ヒエソリックシ、歯ブラシと揃っています。女性用は女性用でまた別のアメニティが充実しているようです。そして奥にはドライヤーがありますと。
パナソニックのドライヤーが入ってます。まあ、洗面所もとっても広々しています。シンクがあって、こちらにはタオル類置かれていて、ここですね、客室温泉どんな感じか、これが一番楽しみなんですよね。オープンすると、はい、こちらですね、見てください。これ到着した瞬間から源泉かけ流しなんで、すぐに温泉に浸かることができるんですよね。とっても広々とした客室温泉で、大人2人ぐらいで入ることできますし、足もしっかり伸ばすことができると思います。そしてこれですね、奥の方にはほら、緑の景色を眺めながらゆっくりとくつろぐことができそうですね。窓ついてるんで、窓を開ければ半露天風呂のような感じで楽しめますね。いや、源泉かけ流しっていうのがいいですね。で、こっち側もう一回戻りまして、客室、そして最後紹介していないところがこちら側ですね。ここの扉が、はい、お手洗いになってます。お手洗いもとってもこんな感じで広々空間になってます。はい、それでは今回はこちらの客室で一泊しますが、このお部屋いくらだと思いますか？こちらの宿、素泊まり限定宿なんですが、2名一室利用で2万6000円程度でした。なんで1人当たりなんと1万円台から泊まることができます。こんなに広々とした離れの客室ってね、なかなかこう高級宿とかに行かないと泊まることできないんですよね。この天然温泉付きの広々離れで1人1万円台っていうのはね、さすが温泉がたくさんある九州だなっていう感じです。今日はこの緑いっぱいの大自然に囲まれて、天然温泉でゆっくりしたり、バルコニーで黄昏れたりして、ゆっくりとリラックスして過ごそうと思います。ではね、この後貸切風呂もなんとあるらしいので、貸切風呂もちょっと見に行ってみましょうか。はい、では貸切露天風呂を見ていきましょう。この客室のもうすぐ隣ですね。目の前に建物があるけど、今この空きっていう風に書いてますね。空いてる時はいつでも入ることができるみたいですね。なんでこれをこっち側にして、はい、入浴中ってすれば入れますよと。では中に入ります。脱衣スペースですね。はい、脱衣カゴがあって、扇風機と、まあ、このあたりはいろいろタオルとかかな、足拭きマットとかが置かれていて、これが温泉の成分表ですね。泉質はカルシウム硫酸塩温泉と書いてますね。そしてこっち側ですね、露天風呂があります。あ、すごいこれ、ほら、いやー、客室よりもさらにもちろん広々としていて、ここはもう完全に露天風呂なので、とっても開放感ある雰囲気ですね。これですよ、目の前緑いっぱい広がっていまして、あ、確かにちょっとこう硫黄の匂いがここにいても漂ってくるな。これ早く入りたい。で、上見てみるとこちら側ですね、こっちの方が見やすいかな。こんな感じでほら、川が目の前流れていますね。より近くで水の音を聞くことができますね。これは、いや、到着して早々ですけど、ちょっともう温泉入りたくなってきたんで、ここで入りましょうかね。いやー、こりゃめちゃくちゃ気持ちいいです。こんな感じで、もうほんと誰からも邪魔されないこの空気感での大自然の中の温泉を独り占めできるのがたまんないですね。完全なる非日常でございます。で、まあ泉質硫黄泉という風に書いてたんで、ちょっと硫黄の匂いがする感じがいいですね。まあ、ちょっと動画では伝わりにくいですけど、よく見ると湯の花もあるんですよ。いや、お肌がすべすべになるような感覚がありますね。で、ほんとこれ広々としてて、大人でも5人ぐらい一気に入ることができる広さなんで、離れ貸切にしてみんなで楽しむってこと、ここの貸切風呂でもできますね。で、こちらの方に行ってみると、これですね、はい、もう目の前はザ・緑、この温泉のちょろちょろっていう音しか聞こえない。日常の都会的な喧騒を全て忘れて、大自然でゆっくりと過ごしたい方には最高の環境ですよ、これ。いや、本当に九州はこう素晴らしい山がたくさんありますんでね、同時に温泉も湧き出てるわけですから、以前紹介した守護神温泉もそうですけど、こちらのお宿も秘境感があって最高っすね。で、一番こっち側に座ってみると、こんな感じでね、段差になってるんで、ここを寝湯として使うこともできそうですね。で、ここに座ればご覧のように左手見ると川の景色を眺めながら温泉に浸かることもできるんですよね。いや、この緑の絶景にはこれですね、つぶらなカボスを外で買ってきたので、これ飲みながら温泉堪能します。はい、つぶらなカボスいただきます。
ば、つぶらなカボスの緑と後ろのバッグの緑、めちゃくちゃマッチしてますよね。最高すぎる。ここが貸切露天風呂で、このフロントの中はどうなってるんですかね。フロント棟の中はこんな感じで談話室みたいになっています。まあ、ここは宿泊者は自由に使うことができるスペースで、あれですね、例えばグループで離れ3棟を貸し切りにして、ここで楽しくパーティーなどをしても面白いかもしれませんね。バーカウンターやテラス席などもあります。でこっち右手の方には冷蔵庫ありますし、電子レンジやグラスカップ、コーヒーなども準備されています。いやー、温泉気持ちよかったですね。お部屋に戻ってきました。ちょっとバルコニーの方に出てゆっくりしようかな。お、なんか今日一緒に来た人やってるな。何やってるんだろう。あれ、何やってるんですか。これさ、はい、見えないんだけど、何にも見えない。え、このそんなことないでしょ。なんでこう虫眼鏡じゃなくて、うん、そんなことないでしょ。いやいや、ちゃまさん、ちゃまさん、これ外れてない。何が。いや、これ蓋、これ外さないと外さないと何も見えないでしょ。それはそうだよ。よく見えるそれはそうでしょ。さすがっすね、ちゃまさん。いや、もう天然ボケのチャマさんですね、やっぱ。めっちゃ見える。なんか見えます。あ、葉っぱがいっぱい見える。葉っぱがいっぱいこれでもね、僕もね、これ何のために使うか全然分かんなくて、星空見るためなのか、昆虫観察とか、まあ、そういうこと、いろいろあるんですかね。こお風呂覗くとか。お風呂は覗いてはダメだよまあお風呂ないけどね、別に覗ける場所ね。ということで、今日はチャマスケさんと一緒に宿泊します。どうも、はじめまして。チャマスケさんはですね、僕が YouTube を始めるきっかけになった人で、すごく動画が面白くて、海外旅行も国内旅行もね、いくつかコンテンツ出してて、僕とまた全然違うテイストで旅行を面白おかしく紹介してくれるチャンネルなんで、恐縮です。いやいやいや、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。今回楽しみましょう。です。はい、じゃあ風呂上がりにスイーツ、これお部屋にあったやつ食べてみようと思います。はい、なんかこんな感じ、なんかあんこみたいなやつが入ってますね。すごい見た感じチョコレートみたいな感じだったんだけど、温泉まんじゅうみたいなふわふわっとした感じがいいですね。温泉の前後に合う食べ物です。チャンさん何飲んでるんですか。お茶ですか。それカボス味のお茶。カボス味のお茶。あ、これ僕があげたやつですよね。そう。あ、これチャマさんにあげたこのつぶらなカボス、これそのまま飲むんですよ。あ、そうなんだ。そう、湯飲みはお茶。なんか旅館とか来たらこれにやっぱ入れて飲んだ方が美味しいかなまあまあまあ、それもあるかもしれないですけど、ね。はい、つぶつぶ入ってる。つぶつぶ入ってますよ。あ、今入れなかった。じゃあ出てこなかった。ああ、そういうことか。全然違う、うん、美味しい。つぶつぶがうまいですよね。なるほどね。うん、小石さん、はい、パン屋さんが、はいはい、1軒目と2軒目、はい、どっちも休業中だったじゃないですか。そうですね、はい、今日の夜ご飯は大丈夫ですか。夜はちょっと不安になってきました、ね、夜はですね、小国のちょっと街中というか、そこでなんか焼き鳥とか焼肉とかそういうお店あるんで、そこ行こうと思ってます。やってます。あ、でもまあ調べたらやってましたけど、はい、一応じゃあ大丈夫です。大丈夫だと思いますよ。ちょっと不安になっちゃった。大丈夫なんで、はい、さすがにグループで営業中って書いてますはい、夜になりましたんで、これから夜ご飯に向かおうと思います。近く車で15分ぐらいのところに焼肉屋さんあるんで、そこに向かいます。行きましょう。はい、小国の街中の方にちょっとやってきて、実はね、2つぐらい行こうとしたお店があったんですけど、両方とも臨時休業で開いてなくて、ようやくたどり着いたのがこれですね。赤牛大王って書いてます。ここは開いてるっぽいので入ってみましょう。今回はとことん行こうと思ってたお店が閉まってて、たどり着いたここの焼肉屋さんなんですけど、大当たりでした。こんな感じで夜ご飯でもお手頃価格の定食があります。もちろん好きなメニューを好きなだけ食べたい場合は、ご覧の単品メニューも揃ってます。こちら右手はドリンクメニューですね。予約制ですが、コース料理そして飲み放題もついてます。ちょっとお店の中に J-POP が流れてたんで、著作権に引っかかるのが怖いので、アフレコになりますが、チャマさんと乾杯でございます。で、今回注文したのはこれです。赤牛定食というもので、赤牛とは熊本県産のブランド牛のようです。これ見てください、めちゃくちゃ美味しそうな色合いしてませんか。この赤牛は赤身がしっかりと含まれていて、
食べた瞬間お肉の旨味がしっかりと広がって適度な脂肪分も含んでいて、旨味と柔らかさもしっかり兼ね備えていて、さらにヘルシーなお肉らしいですよ。いや、1000円台の定食でお肉のボリュームもしっかりあって、これをディナーでいただけるっていうのはかなりお得感ありますね。いや、おすすめです。来てよかった。はい、お宿帰ってきました。いや、夜涼しいですね。こう真冬とかだとここがこたつになってね、夜ここでゆっくりできそうですよ。で、コンビニでアイス買ってきました。これです。白熊アイスですね。ちょっとね、熊本っぽいやつを買おうとしたんですけど、阿蘇のジャージー牛とか、さすがにコンビニには売ってなかったんで、コンビニにあるもので。実はね、僕白熊アイス食べたことないんですよ。なんで、まさかの30を超えて九州在住にもかかわらず初めて白熊をいただきます。どんな味だ？うまい。やっぱ評判通り。これはもちろん普通のバニラアイスとかと全然違う、ちょっとこうかき氷っぽいシャキシャキ感にこの小豆とかね、多分練乳とかそういうのが加わってると思うんですけど、こう和風のアイスっていう感じで、確かに他であんまり食べれないような味わいですね。美味しいでしょ。ね、これね、茶助さんが人生で僕は一番好きなアイスですって言ってただけのことがありますね。でしょ。よかった。うまい。なんで今まで食べてなかったんだ。はい、おはようございます。朝です。いやー、静かな環境なんでとってもぐっすり眠れましたね。で、目覚めるとこれですからね。目の前緑が広がっています。ちょっと外に出てみましょうかね。いやー、朝からこんな大自然に囲まれてマイナスイオンたっぷりの空気を吸うと本当に清々しい気分になりますね。やっぱり山あいなので、昨日夜も涼しかったですけど、朝もまだとっても涼しいですね。今9時頃なんですけど、8月末でも嫌な暑さが全くないです。では温泉に浸かって準備しましょうかね。いやー、朝の露天風呂も気持ちがいいですね。こう起きた瞬間にね、この源泉かけ流しなんで、こう湯を張ることなくすぐにいつでも好きな時に入れるっていうのはやっぱり最高ですよ。で、この硫黄臭のする温泉感たっぷりの泉質なんで、朝からやっぱり非日常を感じることができますね。で、さっきもちょっとバルコニーに出て空気を吸いましたけど、明らかにいつもと吸う空気が違いますね。やっぱりこの大自然の中にあるお宿は、外から入ってくる空気もめちゃくちゃ気持ちがいいです。はい、ではお宿をひとまずチェックアウトします。11時チェックアウトなんで結構ゆっくりすることができましたね。ただパン屋さんがね、残念ながらオープンしていなかったので朝食がないので、これから黒川温泉に行ってご飯を食べたいと思います。はい、黒川温泉到着しました。こんな感じで日帰りの観光客用の駐車場、広々と準備されていますね。大きな道路沿いにこうやって駐車場ありますよ、ちゃんと知らせてくれるので、まあ、車で来ても安心ですね。ここから歩いて黒川温泉に行きます。はい、こちら側に駐車場があって、あそこバス停ですね。ここの道沿いにご覧のように黒川温泉と書いております。ここの通りを歩いていくと温泉街があります。この入っていく道が川端通りという道になってるんですね。これすごいですよ。ほら見てください、温泉卵って書いてますけどね、富士屋源泉で、これはこんな感じで1個50円ですね。このボックスに入れればここにある温泉卵をいただくことができるんですよね。はい、茶助さんが入れたのを食べてます。こんな感じで塩もあるから塩を振っていただきます。これね、うまい。めっちゃゆで卵の味する。めっちゃゆで卵、濃いゆで卵の味。あ、確かに温泉卵濃くなる、ずっと浸してるから。
はい、奥の方まで進んでくるとこんな感じです。素晴らしい素敵な雰囲気じゃないですか。この目の前に流れる田の原川ですね、川沿いに右手こんな感じで旅館が立ち並んでいて、とっても風情のある風景ですね。九州の有名な温泉街の中でも本当に黒川温泉はこれ秘境のエリアにあると言いますかね。山あいの大自然いっぱいの中にポツリと存在する有名温泉街というところでしょうか。ちょっと下に降りてきましたけど、これね川めっちゃ綺麗。泳いだらダメなのかな、多分ねこれ決まりがあるとは思うんですけど、まあ、今日は泳がないですけど、ね、泳げそうなぐらい。あ、でもこれめっちゃ冷たいわ、すごい。真夏なのにこう海とかだとね真夏は暖かくなるけど、ここの川の水は、まあ、山の奥からこう流れ出てきている清らかなお水だと思うのでとっても冷たいですね。いやーいいなこれ、流れも穏やかだから普通に遊べそうだけどな。今いるこの橋がご覧の丸鈴橋という橋になってて、この川を渡ってこっちの奥の方に進んでいくと、まあ、商業施設飲食店とかが点在しています。いやーこの川の流れる音が癒されまして、水もとっても綺麗ですね。で橋の奥を進んでいくとこんな感じでね、ここは白玉お茶をできるところやランチいただける場所であったり、左手お土産売り場ですね。商業施設がこの狭い路地に立ち並んでるっていう感じですね。いや今回この黒川温泉のこの温泉街に宿泊するわけではないんですけど、やっぱこの川沿いの雰囲気は日頃味わえない非日常的な空間でいいですね。この目の前の旅館の橋とかなんかテンション上がりますよね。もちろんこう大衆浴場というか大浴場も露天風呂ですねたくさんありますし、こんな感じでほら家族湯がある温泉施設もあるんで、こうプライベートな空間を楽しみたい場合とかどんな形でも温泉を楽しむことができそうです。はい、で進んできてここパティスリーレンというスイーツのお店があるんですけど、ここは美味しいシュークリームとかロールケーキとかねいろんなスイーツいただけるんで、スイーツ好きは訪れたいお店ですね。でここが囲碁坂という坂になってますね。ちょっと登っていきますね。いやこれはなんかこうやっぱり温泉街はねこういった坂道があるところが多いですよね。別府にしたって草津にしたって坂道を登っていく感じが温泉街に来たなっていう感じがしますね。わすごい、この坂道沿いにもこんな感じで、わどら焼き美味しそうだな、ドラバーガー、くまモンもいますけどね。これはなんだ、ここはこれも温泉が湧き出てるのかな。あ違う、これは湧き水だ多分ね。これ飲むことができる、さすがにねここやっぱ山あいなんで綺麗な水が流れてるでしょうからね、湧き水ですね。坂道登ったところにも商業施設ありますね。この豆腐の吉祥というお店、これも結構ガイドブックに載ってて有名ですね。お豆腐料理をいただけるお店で中が座敷になっててとっても雰囲気がいいです。でこの反対側に黒川温泉ふれあい広場という場所があって、ここでご覧の入湯手形というものを買うことができます。黒川温泉ではこの手形を買うと黒川温泉にある約30の露天風呂の中から好きな温泉を3箇所選んで入浴、つまり湯巡りをすることができます。でこの仕組みが2022年6月からリニューアルされたそうで、なんと飲食やお土産にも利用することができるようになったそうです。露天風呂を3箇所巡るか、露天風呂を2箇所巡って飲食またはお土産に1つ使用するという利用方法があります。でここのふれあい広場も駐車場になってますね。ここ無料の駐車場です。まあ、休日とかはここさっき止めたところよりも便がいいんで満車になることが多いらしいですね。できればこっちの方が近いんでおすすめですね、駐車場は。さっきの橋の目の前なんですけど、ここのカフェレストラン和六屋、ここは赤牛ですね、熊本の美味しい和牛をいただけるレストラン。この和六屋というところはこれは美味しそうだな、赤牛のステーキライス、野菜もたっぷり、赤牛重ローストビーフとありますね。で一番高いやつはこのデザートコーヒー付きの赤牛御膳というのもありますし、まあ、ちょっと軽いやつですね、カレーとかも食べることができますね。そしてこっちの味どころの中っていうところですね、ここは和食料理をいただけるレストランですね。味どころの中はメニューこんな感じ、まあ、蕎麦とか馬刺しとかだご汁とか郷土料理をいただけるんですね。両方とも人気のお店らしいです。
はい、ここの中に入ってきましたが、メニューはこんな感じですね。ここは丼、だご汁とかね、熊本らしい料理が並んでますね。黒豚汁っていうのも気になりますね。で、裏側には馬刺しであったり、そばですね、そういったものがありますと。はい、やってきました。だご汁と高菜ご飯です。これもご飯炊き上がってる。うわ、すごいいい音がしてますね。うまそう、これ食べてみます。はい、じゃあまず高菜ご飯食べてみます。うん、うまっ。こんな感じでね、お米がちょっとこう緑っぽくなってるの分かりますか。これしっかりね、高菜の旨味が染み込んでてね、で味もね、薄味で絶妙ですよ。さっぱりの高菜ご飯めっちゃうまい。で、だご汁ほら見て、これめっちゃたくさん具が入ってますよ。これね、この平べったいやつは、これがまあ大分だと団子汁で、もっとこうきしめんみたいに麺状なんですけど、熊本のだご汁はこれかなりこうほら板みたいな形してますね。だご汁飲んでます。はあ、白味噌うまい。団子、うん、もちもちですね。いや、これ朝ごはん食べてないから、このヘルシーな野菜とか軽くお肉とか大根とかね、キノコ類栄養満点で、これはありがたいですね。いや、でもこのあっさりと優しい味わいがローカルな温泉地に来たなっていう感覚を引き立ててくれますね、お料理が。